はい、こんにちは。産業能率大学の問題なんですけども、ABC は正の、正の実数ですと。で、A 乗足す B 乗イコール C 乗と、まあ、ピタゴラスの定理を満たすような数ですと。で、その時の、この、代償関係、三乗の和と単独の三乗、平方根の和と平方、単独の平方根、代償比較せよって言うんですけど、これ答えだけでいいんだったら、まあ、パッと思いつく3、4、5。まあ別に整数じゃなくてもいいんですけど、1対2対10と3でもいいですけど、まあ、これで実際に3乗大きさ比べしてみると、27と64と125だから、あ、こっちの方がでかいねと。で、まあ、もうちょっとやや一般的に言うなら、この指数がどん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 でかくなっていくとどうなるかというと、よく極限なんかにある3の x 乗と4の x 乗と5の x 乗、まあじゃあ例えばこうしたときに、この x がどんどんでかくなると、この t が1違うだけでも、こいつらはゴミ扱いですよね。この5の x 乗に比べたら。まあこれ x を仮に無限としたときに、無限としたら、これ、分母と分子5の x 乗で割っちゃうと、5分の3の x 乗と、5分の4の x 乗分の1で、x が無限だったら、1より、絶対値が1よりちっちゃい数、無限乗したら0、0。0分の1になっちゃうんで、これ無限にでかい数ですね。無限にでかいってことは要するにこれが一番強いよ、という話で、まあ答えだけだったら、こっちの方がでかいと言っちゃっていいんですけども、まあ、もうちょっとでもちゃんとやるならばと。言ったときに、まあ私はこれ見たら、これは、まあピタゴラスの定理の格好してますけど、どっちかというと、AB 平面における半径 C の円とみなしちゃいますかねと。そうすると、A っていうのが C コサインスイータ。で、B っていうのを C サインスイータと。で、今、A と B がこれ正だってことは、このスイータは、0度から、90度までですよね。90度にもなっちゃ、90度になっちゃダメですよね。90度になるとこれ0になっちゃうんで、コスが。ってことは、コスもサインも0、コスシータ1未満と。で、サインも1未満と。まあ、これ使ってあげれば、A3 乗足す B3 乗は、A3 乗足す B3 乗っていうのは、これそれぞれ3乗したものの和。なんで C3 乗でくくれて、コサイン3乗スイーター足す、サイン3乗スイーターと。で、コサインとサインの3乗の和の公式なんてものはないですけども、コサインとサインは2乗だったら、サインの2乗とコサインの2乗は足したら1ですよね。じゃあ、これとこれ比べたらと言ったときに、これ1個ずつ、コスとサインそれぞれ、2乗と3乗を比べてみれば、これと合わせて考えると、コサイン3乗と、サイン。コサイン3乗と、コサイン2乗。まあ、どっちがでかいか比べるんだと引き算するわけだ。引き算して、コサイン2乗で含ってあげれば、コサインセーター引く1ですよね。ってことは、平方だからプラス。で、コスは1、0と1の間の数だから、引く1したら、こうじゃない。負になっちゃう。ってことは、こうだからそのまま、コス3乗の方が、コス2乗よりもちっちゃいよ。ということは、これは、C3 乗、コス2乗スイータ。で、サインも全く同じですね。なんで、サイン2乗スイータ。ということで、これは、これが1なんで C3 乗だから、結局、A3 乗足す B3 乗は C3 乗よりもちっちゃいですよ。ということで、まあ、これが出ると。いう感じで、まあ、パラメーター表示でやったんですけども、ゴリゴリ計算するっていうのもありかなと。A3 乗と B3 乗と C3 乗を比べるのに、2乗と2乗の和ですよっていうのを使いたければ、これ2乗しちゃう。で、こっちも2乗しちゃって、で、引き算して、まあ、こうなのか、こうなのか。で、これが決まれば、そっくりそのまま2乗を取ったものの代償関係になりますよね。プラスの数なんで。
じゃあこれの代償関係引き算して成果負荷を考えるのに、まずこれ一旦じゃあちょっとこれ置いといてイコールにして、これこっちはとりあえずバラしちゃいます。 A の6乗プラス 2A3 乗 B3 乗ですね、プラス B の6乗で引くことの、これこっちは C の6乗なんで、これは C の2乗の3乗でいいですよね。C の2乗っていうのが A2 乗足す B2 乗。なんで、A2 乗足す B2 乗の3乗。そうすれば、まあ、6乗は引き算で消えてくれると。じゃあ、これは、6乗は引き算で消えて、3乗すると、真ん中っていうのは、3、これこれ、カッコ、これ足すこれですね。A2 乗、B2 乗、カッコ、A2 乗足す B2 乗。ばらさない方がいいですね。真ん中の、こうはこれの引き算。ってことは6時が消えて残るのが 2A3 乗 B3 乗マイナスこれ 3A 次乗 B 次乗括弧 A 次乗足す B 次乗と、そしたらこれは AB でくくってあげれば、でじゃあマイナスにしておきますか、マイナス A 次乗 B 次乗でくくってあげればマイナスでくくってるんで 3A 次乗と3B 次乗と、あと、マイナス 2AB ですよね。そしたら、この括弧の中、平方完成してあげれば、この括弧の中、プラスと言えれば、それでおしまいなんで、イコール、マイナス A 次乗、B 次乗、括弧。これはもう3括弧。A 引く B の2乗にしてあげれば、真ん中にマイナス 6AB が出てきちゃうんで、ついつま合わせてプラス 6AB と、あとこのマイナス 2AB 合わせてプラス 4AB と。で、A と B は正ですよね。A と B に正なんで、これがプラス。で、これ2乗だからこれもプラス。で、これも2乗だからプラス。で、マイナスと。ということで、マイナスと。ということで、不等号こっち向いたようだから結局こうですよと。ということは、こうですよと。で、2乗取ってもいいですよということで、ちっちゃいと言えたということになりますと。で、まあ、これももう結論自体は、まあ、さっきの3、4、5の例で言ったら、ルート3、人並み、ルート4、2、ルート5、富士山6。まあ、明らかにこっちの方がでかいですよね。で、まあ、これもまあ、でかいことを言うのに、まあ、やっぱりこのパラメーターの方でやるならば、ルート、A 足すルート B っていうのは、これルートだからルート C でくくって、まあルートコサインってなんかあんまり綺麗じゃないですけど、まあしょうがないですか。で、これもやっぱりこれと分かるのはこれだけなんで、無理やり、ルートコサインセータとコサイン2乗セータ、やっぱりこっちの方がでかいですよね。でかい。でかいですね。多分。まあ引き算すれば分かる。引き算イコール、ルートコスセータでくくってみるやり、1引く、ルートコスセータ、コスセータでいいのかな。これで、コスセータとコスセータ、コスセータですね。で、1引く、1よりちっちゃい数同士の掛け算なんで、これは、プラスですね。中身プラス。で、これもプラスだからプラスと。ということで、こうなんで、こっちの方がでかいと。サインも全く同じ話と。ということは、こう向きですね。こう向きで、これと、ルート C、コス次乗セーター足す、サイン次乗セーターなんで、これがやっぱり、ルート C と。よって、こっちの方がでかいですよ、ということが言えると。で、まあ、やっぱりこれもパラメータ使わずに比較するんだったら、ルート A とルート B とルート C。これ、やっぱり、使いたいのは、コス次乗セータ足す、サイン次乗セータが1なんを使いたいので、使わなくていいのかな。4乗してますか。
4乗で4乗の大きさ比べして、やっぱりまあこれ予定としてはこうなるはずですよね。4乗すると、A たす2ルート AB たす B をさらに2乗引く、これが C の2乗のそのまま A 二乗たす B 乗ですね。で、これが A 二乗たす B 二乗たす 4AB たす2人が C、2人が C、4A ルート AB たす 4B ルート AB たす 2AB 引く A 字乗引く B 字乗と。で、これが消えて、これもプラスしか残ってないですね。全部プラス。なんで、こうと。なんで、こうと。こうで4乗消して、やっぱりこっちの方がでかいということが分かったということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロウさんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。